先駆け武田塾のコーナーでございます。ここからはですね、武田恒也さんに日本人なら知っておくべき、抑えておくべき本当の歴史、日本の歴史を振り返ってご紹介ご解説いただきます。それでは塾長、今回のテーマは何でございましょうか。はい、今回のテーマは、はい、今ちょうど2月ということですので、はい、明治28年1895年ですけども日清戦争がありましたね。なのでちょっと日清戦争、まあ日清戦争全般の話というよりは、なぜ勝てたのかというところにちょっと焦点を当ててみたいなと思います。日清戦争終結は2月でしたかね。はい、そうです。はい、参りましょう。どうぞ。日清戦争、なぜ日本は戦ったのかとありますが、はい、はい、そうですね。でちょっとこの図を見ていただきたいんですけども、はい、日本当時の経済力ですね、ちょっと、表示してください。当時ですね、ちょうどまあ、清は長い間世界最大の経済大国だったんですね。これ当時の GDP ですけども、それをアメリカがぐんぐん近づいてきて追い抜くか追い抜かないかぐらいの感じです。ですから、まあ、本当に1位2位を争う世界最大の経済大国が清だったということですね。ですからそういう世界最大の経済大国と戦って日本は勝ったわけなんですが、かたや日本は、まあ、大体5分の1ぐらいですね、5分の1、まあ、これだけしかない、弱い、まだ経済的には弱い国だったわけですけども、まあ、結果としては勝ったわけですね。でこの後で日露戦争もありますけども、やはり日本はロシアよりだいぶ経済的に小さかったんですけど、それでも勝ったわけですよね。でその次に対米戦争をやったわけですけども、そこでは、まあ、負けたわけですね。よく日本の教科書ですと、もうね、対米戦争をやったのはもうあんな、ね、強い国とやって勝てるわけがない、バカじゃないのみたいな感じの立て付けになってるんですけども、でもちょっと前ページ戻せばですね、日清日露これだけ経済規模が違ったのに勝ったにもかかわらず、アメリカと始めた時は勝てるわけがないっていう風にですね、なってしまったわけなんですね。まあ、ただこの時本当に日本は5分の1の経済力、しかも対外戦争なんかろくにしたことがない、一応その近代化進めてね、軍隊を持ってましたけれども実戦経験もほぼないわけですからね。そんなところで、まあ、世界中はもうびっくりして日本は勝つわけがないと言われていたんですけど、勝ったわけなんですね。ちょっと地図をご覧いただきたいんですけれども、はい、この朝鮮半島の位置というのは非常に重要でして、もしこの清もしくはロシアが朝鮮半島を支配してしまうと、簡単に日本を侵略できてしまう。で朝鮮半島からですと対馬までもすぐ見えますし、対馬まで行ったらもう、壱岐九州というふうに簡単に来られてしまうので、もうほとんど地続きであるかのような理解でよろしいかと思うんですよね。ですからこの朝鮮半島が独立国として、ね、ちゃんとなんか、ロシアでもない清でもない、独立国があるということが日本にとっては大変重要だったわけなんですね。はい、なので、まあ、日本は朝鮮を支援してですね、独立、しっかりとした国として、立ってほしいと思っていたんですね。ただ清は朝鮮を属国にしておきたいという状況がありました。そんな中でですね、まあ、ちょっともうこれ明治26年の段階で、1893年ですけども、中国、まあ、清の北洋艦隊が横浜に来て日本を恫喝するという事件が起きたんですね。そこで当時の伊藤博文内閣がですね、内閣総理大臣がこれはもしかしたら日清戦争というものがあり得るということで準備を始めるんですよ。ところがですね、海軍がその拡張したいということで予算を要求したら、国会が否決しちゃうんですよね。その時の日本人ってすごくて、なんか先の大戦の場合その軍の責任とかばっかり言われるんですけども、じゃあ軍に予算をつけたの誰かって言ったら国会、帝国議会なわけですけど、議会の責任って言わないんですよね。ですからなんか軍がこうだって言ったら何でも動かせたかというとそうではなくて、ちゃんとまあ不十分とはいえ選挙がありで、議員がいてですね、議会で予算を承認するわけですから、どんなに軍が予算欲しいと言っても議会が却下できたんですよ。だから帝国議会ってそれなりに動いていた、機能していたということがここで示されるんですね。で帝国議会が却下します。でもう一回申請するんだけどまた却下される。で困っちゃったのは、まあ軍も困って政府も困っちゃうんですけども、明治天皇ですね。明治天皇がこのままね、軍を拡張しなかったら日本はもうなくなってしまうんだということを大変危惧なさってですね、そこでどうなさったかといったら、内廷妃という、まあ天皇および皇族、まあ、天皇 の, その ご家族がですね生活する資金ですね、この内廷妃を極限まで切り詰めろと
ということをおっしゃるわけなんです。はい、そこでですね、なんかあるのかな。お手元のね、はい、お金ですもんね。で、それで極限まで切り詰めて、その余った分を生還費、つまり軍艦を作るお金に充てなさいというわけなんですけど、この時にですね、全項目を削減するようにおっしゃったんですけど、唯一3つだけ決して削減を許さない項目が伝えられたんですね。で、それが、皇太后に関する、予算ですね。つまり明治天皇のお母様ですね、朝子皇后に、だお母様に関する予算は削減をしてはいけない、うん、それからお墓ですね、歴代天皇の御陵、お墓を管理しお祭りをする、その予算は削ってはいけない、そしてもう一つは宮中祭祀です、に関しては一切 の、 削減を許さないと、その代わりそれ以外の項目は極限まで切り詰めろという、うん、まあ、まさにこの、教育直後でですね、うん、両親を大切に、親を大切にし、ご先祖を大切にし、まあ、その先には神様があるわけですから、うん、まあ、これを実践なさった形になったと思うんですね、うん、でそれで明治天皇がそこまで努力なさるということなので、議会としても努力しなくてはいけないということになって、まあ、ここで明治天皇がですね、和中共同の詔勅というのをお出しになりまして、はい、とにかくみんなで話し合って、もう一回考えましょうということで、そこで帝国議会も折れてですね、で、海軍の側も、帝国議会から不信を駆られていた部分を改善するということで歩み寄ってですね、それで、海軍の拡張計画が通ったという、そういうことがあるので、もしそれがなければおそらく日清戦争勝ててなかった可能性があるんですね、まあ、それだけギリギリの状況だったということなんです、ね、はい、でそこで、まあ、日清戦争が勃発することになったわけなんですけども、はい、当然明治天皇は最後の最後まで戦争を回避するというお気持ちだったんですが、いよいよ最後もう、まあ、戦争が起きます。でちょっとご覧にいただきたいんですけども、こちらですね、ある事件が起きました。東学党の乱ですね。1894年1月ですね、朝鮮半島でも民間宗教を中心とした農民らによる暴動が起きます。当時ですね、まあ、清は軍を派遣する際にはお互い日本との間で合意を取る、通知するということを決めていたんですけども、朝鮮が清の方に援軍を要請しちゃったもんですから、日本はそこで焦ってですね、ここで軍を派遣しなくては、この清がそのまま朝鮮半島に軍を、まあ、駐留させ続けてしまうという、そこを危惧をしまして、そして日本はまあ、その乱を鎮圧するということで、はい、軍を派遣します。ところがその鎮圧後も清の軍隊は帰ろうとしないということで、そこでこれはいよいよということで、まあ、戦端が開かれるということで、そして朝鮮、なんか日清戦争というと中国大陸に行って戦争したと思われがちなんですけど、主な戦場は朝鮮半島ですね。で、遼東半島と黄海でも戦闘あるんですけども、主な戦場は朝鮮半島だったということなんです。はい、そこでまあちょっとですね、戦時中のエピソードを一つ紹介したいんですけども、大本営は広島に置かれまして、そこで明治天皇は広島に行幸なさってしばらく駐在なさるんですけども、そこでですね、あまりも非常に簡素な建物が選ばれまして、そこで、まあ、周りのものがですね、少しでもちょっとソファーぐらい置かせてもらいたいとか、なんか暖房をとか、せめて殺風景だから絵でも描けさせていただきたいとか、いろいろと申し述べるんですが、明治天皇はですね、戦場にそのようなものがあるのかと仰せになってですね、自分の気持ちは戦地の、軍人たちといつも共にあるということで、私がここでソファーに寝そべったり、絵を鑑賞したりとか、そういう気持ちにはなれないのだということで、もう非常にですね、ストイックな生活をなさったということなんですね。まあ、そういうような、明治天皇のお姿を受けてですね、周りの者たちも身を引き締めてですね、なんとかこの戦争は勝たなくてはいけないという気持ちを深めたということでございます。はい、はい、そこでまあこの、なんとか勝つことができたわけなんですけども、はい、その後でですね、この、講和会議が開かれまして、下関条約が結ばれます。そこで、下関条約で決められた内容がこちらになります。はい、やっぱり重要なのはですね、清は朝鮮の独立を認めることということがありまして、これまで、まあ、清の属国だったわけですね。で、日本はちゃんとした独立国になってほしいというふうに朝鮮をに支援していたわけなんですが、ここでもう、無理くりですね、清と朝鮮の間を引き離して、これから朝鮮は独立国だからいいねということで清に認めさせた。これは大変重要なところですね。で、賠償金は得ましたし、遼東半島と台湾を
の割譲を受けるということが決まります。まあ、あの三国干渉によって両党半島は返してしまうことになりますけれども、台湾はこれをきっかけにですね、国際的にも合法的にですね、日本の領土ということになったわけなんです。さてそこでですね、まあ、これを契機によって、まあ、日清戦争を制した日本は本当に世界からね、あのおすごいと、だって世界最大もしくは1位2位を争う経済大国と戦って、しかも軍事大国ですからね、日本が勝ってしまったということで、それでお日本っていう、ね、国が、まあ、新興の国ですね、急に力を持ってきた国っていうのが現れたんだということで、まあ、そこで、まあ、日本が、まあ、有名になり、で清の、あの勢いが欠けるわけですね。あ、まあ、そこから欧米列強の餌食に、まあ、清は餌食とされてですね、眠れる獅子って言われてたのに、そうなんですよね。だから日清戦争を勝ってれば清はあのタイミングで滅亡してなかったんじゃないかなと思うわけなんですけども、まあ、そんなんでですね、日本はなんとか勝つことができました。でこのあとまた日露戦争にも勝つことになるわけなんですけども、はい、ただの気合、よくね、日本人は精神性だけでみたいに、その後先の大戦なんかでもてはやされたわけなんですが、精神性だけじゃないですよね。ちゃんとした準備をしていたということ、訓練ももちろんしてますし、あの装備も持っていて、そして士気も高くというね。ですから、まあ、どんなに経済力が小さくとも、どんなに軍事力が小さくとも、作戦よろしきを得て士気が高ければ勝つこともあるということです。でその逆に先の大戦では、あの太平洋における軍事力は日本の方が高かったわけですから、あの海軍兵力はですね、アメリカの2倍近くあったわけですよね。ですから余裕だったわけなんですよ。経済力は違うけども兵力は日本の方が大きかった。そういう面で言えば日清戦争、日露戦争よりは勝ててもおかしくなかった戦争なんですけど、それでも負けてしまった。これ昭和天皇が原因をおっしゃってますけども、あのやっぱり精神性に偏りすぎたということを昭和天皇おっしゃってましたね。精神性大切なんだけども、やっぱり綿密な作戦とかそういうものと一緒になって初めて意味をなすわけであって、国力も小さい、で兵力は大きいんだけども精神性だけに頼りすぎ、そして作戦をおろそかにしてしまった。それが先の大戦の敗因ではないかということですね。なのであのあんな、ね、不利な戦争を勝てるわけないという前段階で、あんな不利な戦争を勝っちゃった2つの、大戦があるわけですね。あの日露戦争と日清戦争、戦役があるわけですから、ちょっと日清戦争に目を向けるということでですね、ちょっとただね、強ければ勝てる、弱ければ勝てないという話ではないということ、戦争の結果を左右するのにはいろいろな要素があるんだということをですね、確認したいなと思いました。はい、はい、というわけで、じゃあ今日の結論ですけども、まとめです。はい、こちらになります。朝鮮が独立できたのは日清戦争で日本が勝利したおかげと。あ、まあ、この後グダグダになっちゃうんですけど一応この段階ではなんとか独立させたと、ここはちょっと独立門もできましたもんね。そうなんですよ、この時のおかげでの独立門ですよね。そうですよ。ここまでの武田塾長のお話をお伺いしまして、桜井さんいかがですか。いや素晴らしいと思います。あのね、はい、あの日清戦争って、あの武田さんおっしゃったようにね、日本がまあ国際社会ですごく立派な国だと認められるきっかけになったんですよね。あの時あの豊島沖の海戦というのがあってね、あの中国側の方がね、日本が仕掛けたんだとかって言っていろいろその後文句を言うんですけども、あの実はあの中国側の西園という船が、あの日本側の波早という船に攻撃を仕掛けてですね、そしてその彼らの方が先端を切るんですよね。でその先端を切られて、あの日本側はいろいろ手旗信号とかその当時の船 のコミュニケーションでね、あのやめろって言うんですけども、それでもやめないで、あのその西園は沈没させちゃうわけで、もう一隻の船は座礁して、西園は逃げちゃったのかな、もう一隻の船がね座礁して日本側に捕まっちゃったりするんですよね。でその前にもね、中国側はすごくずるいことをしてて、あのイギリスの旗を立てた船を雇って、交渉号っていうんですけどもね、ここにあの中国の軍人とか武器装備をいっぱい乗せて、あの日本にその攻めに行こうとしてたんですよ。でそれを日本の船の波早が見つけて、どうもおかしいと、おかしいから一回停戦しなさいって言って、停戦命令を出すんですけど、これがどんどん止まらないで、どんどんやってくるから何回も何回も停戦命令を出すんですけども止まらない。そこであの最後通帳を出してね、あのその船に乗っている一般 の、あの乗客はその船で逃げなさいと、はいはい、
で、あと何分かしたらね、うん、攻撃するぞという、まあ、国際法にのっとったやり取りをやるんですよ、で、ヨーロッパ人のお客さんなんか全部逃げて、で、残ってたのはやっぱり中国の軍人と武器だったわけです。そこでその戦ってその交渉を潰してしまうんです、ところが中国は今と同じでね、情報戦やるんですよ。日本がね、イギリスの船を無法に沈めたっていう、何のその罪もない人々を殺したみたいなことを言うんですけども、イギリスもそれで世論がすごく一時期沸騰してね、日本けしからんって言うんだけども、調査をしたら、日本がもうすごく立派に国際法を守って、ルールにのっとって勝ってたということで、あの時のイギリスの外務大臣キンバレーとかっていう人だったと思うんですけども、もう日本側にいかなる非もないと、我々の側でね、賠償を求めることはできないって言って、言うんですね。で、当時の陸奥宗光外務大臣がね、その国際法にのっとって、国際法から外れることなく大変なその名誉ある勝利を得たと、これで日本国のその名誉ある地位が確立されたということを、献献録という面白い名前の本があるんですけど、陸奥宗光が書いた献献録にそういうふうに書かれてあるんです。で、当時ね、武田さんおっしゃったように、日本は外交デビューしたばっかりですよね、初めての戦争だし、もういかなる意味でも後ろ指さされないように、立派な国としての法治国家としての姿を見せようとものすごく頑張ったんですよね。だからね、あの当時ね、軍艦一隻にね、必ず外国人のオブザーバーっていうのかね、法律の専門家を乗せていたんです、国際法の。で、こういうことをやっていいのかどうかっていうのをいちいちね、ちゃんと確かめながらやっていて、あの時の日本人って本当に早く国際社会に追いつかなければならないというのでね、すごい優等生だったのよね。だから、そういうことは私は知ってたんですけど、今武田さんがおっしゃったようにね、明治天皇がね、ありとあらゆる経費を節約なさって、お母様と、それからご先祖様と、それから祭祀のところは削ってはいけない、これは皇室の本質を表すものだから、でもその他のところを全部削ってね、やりなさいという指示を出されたというのは、やっぱり武田さんならではのね、本当に貴重なお話だなと思って、非常に勉強になりました、ありがとうございます、ありがとうございます。確か交渉を撃沈した時は東平八郎さんですよね。そうです、館長はね。本日の武田塾、先駆け武田塾、テーマは日清戦争、なぜ日本は戦ったのかと題してお届けしました。塾長、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。本日をよろしくお願いいたします。